出たの？ごめんよ。入ってき、あ、こぼしちゃった。入ってきな。せっかくだって。お風呂溜めてる？溜めてたら冷めちゃうよ。あと今日はちょっと配信で納豆食べるのやばいかな、ね、配信で納豆食べるアイドルやばいですかね。くんちゃんさん、ありがさくらもち、ありがとう。すーさんもありがさくらもち。黒酢ニンニク食べたことない。黒酢ニンニクって何？美味しい？食べたことない。いただきます。黒酢はサラダにかけるから美味しいの。直接頼むのとはまた違うのよ。これな大丈夫？いやでもちょっと一応アイドルだからな。いただきます。こちらおから。あささん、ありがさくらもち。りのさんもありがさくらもち。これおから。うん、電話番号教えてくれてありがとう。ブロッコリアメジストさんもありがさくらもち、ありがとう。リオちゃんもありがとう。トモホリンリンク詳しいな。ブロッコリーはねタンパク質だからね。でもさ、タンパク質取ろうと思うとさ、卵とか食べたりするじゃん。でも卵って脂質あるけど、ブロッコリー、ブロッコリーで脂質が少ないからさ、少ないとかないのかな、どんくらいなの、ちょっとわかんないけど、とタンパク質が取れる野菜っていうね、素敵な野菜なんですよ。うん、本当おいしいよね。りょうさんのありがハート。ブロッコリーの味付けは私が大好きな黒酢だよ。黒酢美味しいよ。うどさん、ありがとう。うん、そう、
ヒリドリさんもありがとう、クラムチン。シュングさんもありがとう、クラムチン。うん、明日6年間続けたホッケーを引退するの、なんか切ないね。お疲れ、頑張ってきて最後。うん、うん、アイドルしてなかったら白米食べてたのかな。もうね、アイドルしてる自分しか想像できないからな。あるか分かんないの、雨だったらなくなっちゃうのか、ホッケーって。嫌だね、最後なくなっちゃった。うん、綺麗、桜ありがとう、わさびさん、私にお花見をさせてくれてありがとうや。こんばんは、稽古お疲れ様、ありがとう。うん、フィールドホッケーっていうのがあるんだ。へえ。中学生って2年生で部活引退するんだ。私の学校わかんないけど3年生までやってた気がする。早いんだね、中学2年生か。すごい昔のことに感じるけどさ、 AKB 入った時は中学2年生だったな。スノーさんありがとう、クラムチありがとう。そう、白米食べない、食べるけどね、全然食べるよ、全然食べるよ。今食べてないだけで昼とかも食べたりするよ、全然食べますから。うん、嬉しい。3期のパンフェット買ってくれるの、誕生日お祝いしてほしかったら、そのユナモギョン推しって書いてあるところにユナモギョン発音してって入れてくれたら、もう全力でお祝いするよ。直樹さんありがとう、桜餅。わさぴさんもありがとう。あー、そうなんだ、オーディション勝ったの。あら、あれ前言ってたやつ、おめでとう。お父さんありがとう、桜。ポエムはね、よくるんちゃんがくれるんだ。お、4月から19歳。このさ、19歳、今今年19歳になる子たちのさ、19歳で成人っていうのが一番微妙やね。18歳でもないし20歳でもないっていうね。え、でももう私も成人か。え、優しい、待って、本当に発音してって言ってくれてる。でもちょっと、あなたの名前が分からないわ。でも分かんないけど、ユナモギを発音してにしてくれた優しいそこのあなた、おめでとう。え、昨日で20歳。あ、じゃあ私の1個上か。私が3月だから、うん、じゃあ今3月だから1つ上か。おめでとう。お酒はもう飲んだかい？
そう7月、そう成人式になっちゃう。おめでとうね、二十歳っていいよね、節目だよね。あのね、もうミッサーももうあと4日後とかにはもうね二十歳なの。え、そうギリギリ同い年じゃなかったんだね。3月30だからあと3日くらい遅くまれたら同い年だったね。ミッサーもギリギリ同い年の年代だからね、4月。本当だよね、なんか成人した感ないよね、二十歳じゃなかった。なんていうもの、さくらちゃん、さくらちゃんおめでとう。さくらちゃん今の季節にぴったりのお名前じゃないか。あ、そういうこと、桜が咲いててから桜って名付けたみたいな感じ、お母様が。わかんない、お父様かもしれませんが、おじいちゃんおばあちゃんかもしれないけど、いい名前だね。おめでとう。さっき一足先に二十歳になったんだね、私より。私はあと3ヶ月後くらいかな。ビンゴキッドちゃんさん、ありがとう。そうだよね。ジュリアスさん、ありがとう。桜道ありがとう。こちらこそ。僕も宅に何もないけどお祝いしてください。あ、卒業おめでとうございます。おめでとう、お疲れ、学生生活。ジュリアさん、ありがとう。桜道こんばんは。こんばんは。ハッツと飲み会いいね、ファンの方と飲み会したいね。飲み会イベント、お誕生日おめでとうございます。優しい。玉浦さんが300回目の訪問、あんたも好きね。足りないからサラダチキン食べる。サラダチキンも食べます。ユミティ発送さん、ありがとう。桜餅ありがとう。俺も芝生の綺麗な原っぱだから、芝原いい名前だね。私も歌う、田んぼで歌ってたから、歌だいい名前だろう。300回すごいよね。これチーズ入りとかあるの初めて買ったの。めっちゃ美味しい。どこのアイナさんもありがとう。コラムツイン、サラダチキン美味しいよね。俺も読み、なんとか言ってる、読みふ、あ、ふ、俺もふみふみティージルだから、ふみティ、いい名前だね、いい名前だ。そう、エクスガールいただきました、ありがとう。昨日宇多田ハツカちゃんヨーグルト食べてたよ。あ、そうなの、いい情報ありがとう。俺のアバターどう？変えたね。これ何？これペンギン？かわいい。ブロッコリー。でかい。ブロッコリーでかいよ。こんばんは。アバター変えたよ。ハッツの娘。宇多田ハツカって書いてある？ありがとう、嬉しい。じゃあもう発送しやな。これさくらちゃんだよね。もう発送しやな。
まだ仕事終わらないの？忙しいね。こんばんは。もう毎日本当に忙しすぎてさ、忙しすぎるおかげで逆に食生活が安定してる。ね、アバターの歌だ、ハチカって書いてある。あ、そういうこと？いや、ほんとだ、かわいい。こんばんば。うえ、ブロッコリー。あら、明日でニート生活終わっちゃうの？ほんとだね、3月3日。ニート楽しんで、最後に。みんな明日とか明後日から仕事とか学校が始まるから今すごく病んでるんだね。わかるよ、この時期はさ、この時期はすごく嫌になるよね、始まりがあるから。元気は出さなくてもいいけど、元気は出さなくてもいいけど、無理はしなくてもいいけど頑張ろう、頑張んなくてもいいんだけどね、なんか頑張って、頑張らなくてもいいけど、まあ生きていこうぜという、ね、まあやばいね、楽しくいきましょう。わかる、ずっと休んでこうずっとゴロゴロしたいよね。あら、研修、あ、そっか、みんなじゃあ4月になったらさ、急に私の7号とかショールームコメントしなくなったりとかしないよね、忙しくて。その後脱いだ、ロンロンチャッピさんが2度目の訪問だって、やったぜ。もう最近忙しくてさ、プランクチャレンジのさ投稿もできてないしさ、7号のコメントも返信できてないけど、嬉しいよ、いつもありがとうね。やだ、嬉しい。日課なの？ぬごがコメントしてるよ、ありがとう。そう、4月ね、イベントないよね。私ずっと舞台出てるからな。食事、まさきさんありがとう、さくらありがとう、直樹さんもありがとう、あ、いっぱいハートありがとう、まさきさんありがとう。あのね、マジでね、配信する時間がご飯食べてるこの時間しか
ないの。あのなんか朝起きて発声練習しに行ったりとか、朝ごはん食べて、でやっぱ朝ってその日稽古が始まるから結構不安要素がいっぱいあるから、あちょっと復習やらないとって思って、それ見てたらもう稽古の時間になっちゃうから、で稽古からもうほんとこの時間くらいまでずっと稽古やってて、でもう遅いじゃないですか、もう言って9時半とかだから今だからさ、9時半とか早く、そしたらお風呂も入らないといけないしさ、で明日もまた早いから早くお風呂入って早く寝ないといけないってなった時に、配信のために配信だけをする1時間とか取っちゃうとマジであの本当にね時間がなさすぎちゃうから、このご飯食べるこの1時間ははよタッピさんもハートたくさんありがとう。遠くの皆さん、ありがとう。桜餅、うどさんもありがとう。愛媛は愛媛ツアーから来てない。私ね、愛媛は行ったことないんだよね。本当？初日までお稽古すると思うもん。白い丸いのは、これはサラダチキンだよ。なんか3つくらいセットで売ってるスーパーで、そう充実してるよね。そう頑張ってるよ。影山20さんが、え、初訪問しフォローもしてくれてる、ありが影山さん初めましてだけど、またいつか気が向いたらコメントしてね。お風呂入れたら配信、君は何を言ってるのかな。いつかカラオケ配信もするね。カホさん初訪問、ミーさんが2度目の訪問、この方たちはリンゴとミントがついてる。ミーさんって方はリンゴしかついてないけど、ユーリさんってな、ユーナさんの話、あの最近ユーリさんとこう LINE をしてたんですね。そうで LINE をしてて、私が最初東京で会えないかなと思って、そうそう会えないかなと思って、この日空いてませんかって言ったんですけど、ちょっと予定が入って、あのお仕事が入っててダメだったんですよ。でも私お稽古が始まっちゃうから、あしばらく会えないなと思って、でそこで会話をしてて、私なんかもう勝手にもうなんだろう、愛媛にぜひ来てくださいって言ったんですね。勝手にもう私の頭の中ではもうゆりさんに愛媛に行ってる、こう愛媛に行く私は舞台に行くってなんかもう分かってるものだと思う、勝手に自分が勘違いしてて、いや愛媛行かないといけないんですよね、行かないといけないからもうしばらく会えないんですよねみたいな話をずっとしてて、で愛媛来てくださいみたいな、そしたらゆりさんが、ゆりさん兄が桜餅、あのまかじゃあハッツの実家泊まらせてねって返事が来たんですね。で実家と思って、愛媛、えもしかしてゆりさん愛媛と愛知の違いが分かってないのかなと思って、私はそう、私そうもしかして愛媛と愛知、あ確かに2文字だし漢字も一緒、漢字も一文字目一緒だし、あもしかしてユーリさんだから、そうだな確かに愛媛と愛知一緒だと思ってるかもしれないと思って、ユーリさん実は愛媛と愛知って違うんですよねって LINE をしたら違いました。あの私が愛媛に行ってるのは愛媛に実家があると思って愛媛来てくださいってハツカが言ってるとユーリさんは思ってて、でも私は舞台の稽古に愛媛に行きますとは全く言ってなかったんですよ。でもなんか坊ちゃん劇場みんなずっと出てたし、まあ、なんとなく知ってらっしゃるかな、なんかなんとなく知ってるかなってい こう気分でいたから、あのこうねゆりさん、そう舞台見に来てくださいねっていう意味で愛媛ぜひ愛媛来てくださいよって、このここでなんかアンジャッシュみたいなあのすれ違いが起きてて、そうすれ違いが起きてて、あ
ゆいさん、よかった。さすがに愛知と愛媛の違いは分かるよなと思って、あ、ゆいさんも、あはっつが愛媛帰るのは実家があるのかなっていう、そっちはそっちでこうね、だってそこですれ違いが起きてましたっていう話でしたっていうね、最近のゆいさんの話でした。ゆいさんは忙しいからね、疲れてたんだと思う。結局ゆいさん別に誤解してないしね、あのこことここですれ違い起きてただけなんで、あのもう私も勘違いしてたしっていう、こうすれ違いなんで、まあ全然あれなんですけど、奈良館さん初訪問ありがとう。最近の話です。今日一番笑った、本当によかった。今日一の笑いを紫モンドさんに届けられたようです。拍手。そうそう、 EHM48 に過ぎしちゃうわ。なおさんも最近 LINE してるんですけど、なんかこうさ、辛いなと思う、なんかこうさ、なんか誰か、なんかわかんないけど気分が落ち込むなっていう日とかあるじゃないですか。なんかそういう時にさ、なんか先輩とかにこう相談したいなって時とかさあるけど、いやでも申し訳ないなってこう気持ちがあるじゃないですか。でもなんか奈々さんが一回生誕祭で私のお手紙を書いてくださった時に、なんかもう来そういう時は連絡してねみたいなことを言ってくれたから、結構私結構何度もねこう送ってるんですよ、 LINE をね、そういう時が来た時にね。最近もちょっとね、私の気分がすごく落ち込んでしまった時があって、でもなんか電話する前あたりからだんだんなんかもう本当にもうめちゃくちゃもうあのちょっとなんか気分が落ち込んでたんですけど、電話したら元気になりました。ありがとうございます。なんか奈々さんと話してたら、あ、なんでこんなに元気がなかったんだろうって思って、元気になりました。レアリンチュさん、ありがとうございます。あとよくやるノリを配信でしてしもうた。高野さんありがとう、桜餅。大ちゃんさんもありがとう。おー、桜もありがとう。高野さんありがとう。よくミスターとこの顔やります。それではいただきます。耐えられない。
ゃん顔が小さい。サニューサクランブロッコリーブロッコリーしな。本当だ、明日からイベントが始まる。ちょっとみんな私よりボケるのをやめてくれよ。うまく名前変えられてるよ。ありがとうカリフラワーさん。夢見るで暴露動画、何を暴露するんですか。そう、毎日今朝からめちゃくちゃ早朝とかではないです、お昼とか。そう、お昼からとかだけど本当にずっとやってる。口にいっぱい入れて食べてる。うまい。うん。おからっておいしいよね。ちゃんが2度目の訪問、朝からアットマーク和樹さんが初訪問だわ。なぎとなつが結構大変よ。ブロッコリー大きいからね、口にいっぱいになっちゃう。ん？パラビーに大逆転の時、大逆転？なんか大逆転なんてやったっけ。なんだ大逆転って。大逆転、大逆転、何大逆転って。あ、乃木坂 AKB48 からのやつか。私のインタビュー今上がったの。私の、
そうよ。そしてなんと今回はブラボン、メロンがあるんです。こちらなんと半額で買いました。いただきます。美味しい。なんか思ったより柔らかいかと思ったら、もっと本当にシャキシャキ言う。美味しくて首が動いちゃう。間違えた、こっちだ。なんと、え、ほんとだ。ごめん先生が100回目の訪問どうですか。100回目の宇多田ハツカは可愛いですか。ありがとうございます。マーボー豆腐美味しい。そうなの、マーボー豆腐美味しい。みかん、これはなんだっけな、なんて名前だったっけな。るんちゃんおすすめのみかんを取ったんだけど、私みかんがこれね、今まで食べたみかんの中で一番皮がツヤツヤしてる。本当にスノーさん、ありがとう。桜持っていい。そう、ツルツル。なんだっけな、違う、ひらがな、なんか背がついたやつ。箸の上にみかんの皮が乗ってブラブラしてる、ブランコみたいに。背とかがついてる気がするんだよ。いただきまーす。じゃあいただきます。そう、背とか甘い。え、甘いんですけど、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。そうか、遠いもんね、高野さん。愛媛まで来れないよね、遠いんだ。え、うまっ。いや、うますぎてびっくり。今日幸せ。果物も食べてるし。
ーさん、ハートありがとう。たくさんありがとう。うん、そうそう、ランキング読まないと。うん、いっぱいありがとう。あら、でも16日来てくれるのありがとう。待ってるね。今日飯塚に行って漫画倉庫に行って、モルカーのチョコのぬいぐるみ200円で取った。すごい、ユーモキッチャーで楽しいよね。漫画倉庫ってとこはゲームセンターの。共演者の方とどんな話してる。うん、世間話とか。ラスト。自分も16日に行く。アサピさん、ありがとう。はお、そうだね、元彼の話をするか。ついにこの時が来たか。ちょっとストレッチの方法間違ってるけど、ついにこの時が来たか。そう、元彼の話ね。かっこよかったね、ダンス。 AKB の新曲元彼ベースだっけ。かっこよかったね。あと衣装が良かったね。その以上。うん、共演者さん、あとなんかさ、あ、そうだね、共演者さんと話すときね、めっちゃ緊張するね。でも最近 みんな本当に面白いの。みんな面白いの。みんなすごく面白くて、そう、そう、みんなとっても面白くて、なんかすごい楽しいよ。お腹いっぱい。そう、すごく楽しいよ。ね、切り取られるやつ。いや、大丈夫、切り取られない、切り取られない。そんな感じかな。やばい、ランキング読まないとメール送ってないんだよね。えしゃっくり。13位、ドヤリンチュさん、ドヤリンチュさん、ありがとうございます。12位、おかっきーさん、おかっきーさん、ありがとうございます。11位、ジュンヤさん、ジュンヤさん、ありがとうございます。10位、スーさん、スーさん、ありがとうございます。え、9位、わさっぴさん、アイドルですって書いてある。わさっぴさん、ありがとうございます。8位、大ちゃんとマクヨフ二次元を裏切らないさん、大ちゃんさん、ありがとうございます。7位、ウィングキッドちゃんさん、ウィングキッドちゃんさん、ありがとうございます。6位、ヒイルギさん、ヒイルギさん、ありがとうございます。5位、直樹さん、直樹さん、ありがとうございます。
4位高野アットマークダダン初見たい UF 万事UF 万事宇多田旋風巻き起こせさん高野さんありがとうございます。3位え飛ばしてないよね私ジェミさんジェミさんありがとうございます。2位スノーさんスノーさんありがとうございます。そして1位は滝初子の夢叶えたいさん滝さんありがとうございます。滝さんありがとうございます。あみんな訪問回数累計ランキングに入ってる方あでも30人しか見えないのか見れるよ。うわすごいみんなたくさん来てくれてる。え待って820回すごい私そんな配信してるんだ。ちょっと待ってちょっと明日ね早起きしておメイクしないといけなくて。どうしようメイク髪型何にしよっかな。9位の人懐かしい。あでも最近ねお話会来てくれたよ。そうそう来てくれたすごいね最近来ないのにさ配信まだこうランキングに残ってるのすごいよね。うわ待って懐かしい懐かしい絶対推し変したよってこといるわ。待って懐かしいんだけどちょっと待ってねえ懐かしい。うわ懐かしい元気かなマジでまあ元気だったらそれでいいわ。まあそんな感じでじゃあ終わるね。みんな今日も見てくれてありがとう。明日も一日お稽古なんですけど明日からドボンベントが始まるので一緒に頑張りましょう。もう元推しだから私元推し。じゃあまたねバイバイおやすみなさい。